中学生の息子がいるのですが、人の気持ちって考えのダメなのって質問されますが、息子は自分が全て優れてると思っています。なので自分は努力しているのに他人の気持ちを考えるのが何でなのって言われました。どう答えればいいでしょうか。愚民の気持ちが分かった方が社会は楽に過ごせますよ。まあ例えばじゃあお金を稼ぐというのは、あの愚民が何にお金を払うのかっていうのを分かって、その商品を作ると愚民が払ってくるんですよ。なので僕がこの商品面白いよねとか、このゲーム面白いよねって思うやつって大体売れないんですよ。もうフライトシミュレーターというジャンルが昔あったんですけど、今もうほぼ壊滅したんですよね。要はそのパソコンでやる飛行機を運転するようなゲームが昔一大ジャンルとしてあったんですよ。ではもう完全になくなっちゃったんですよね。でもなんか最近の人たちってやっぱりそのなんか分かりやすいソシャゲみたいなのをやるわけじゃないですか。だからその僕基本的にそのソシャゲって時間潰すし金もかかるし面白くもないから、あ、愚民がやってんなと思うんですけど、でも世の中愚民がいっぱいいるので、なんか馬娘とかでめっちゃ金使って、でなんかアベマの方でこうお金が流れて、なぜかそれが僕のギャラになったりもするので、なので愚民のおかげでお金が動くっていうのは分かってるので、なので僕自身が馬娘とかそのシャドーバースとかには全然興味ないんですけど、ただシャドーバースとか馬娘とかにお金を払うような愚民たちというのが世の中にいて、その愚民が何を考えてどういうものにお金を払うのかっていうのが分かってると、それはそれでその事業ビジネスをやって楽にお金が稼げて、でまあお金が楽に稼げた方が楽に暮らせるんで、好きなもの買ったりとか、なんか働きたくねえやって働かなくていいとか、やりたくない仕事を断るみたいな、その自由が得られるんですよね。なので大衆、まあ基本的には愚民の方が世の中多いので、なので愚民の考えっていうのは分かってた方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。喋ってながら愚民っていう言葉の響きがちょっと楽しくなって何度も言いたくなっちゃったんですよ。なんかこのお菓子の愚民にちょっと似てる感じがなんか面白いなと思う。